やばい、でかいぞあれ。でかいよ。いやもう。いい感じそうだぜ。見えた？そうよ、結構起伏ある感じ。おお、いいね。って感じじゃないね、今から見た感じ。楽しみです。反対に当たんないといけないっぽいね、やっぱね。水量はどう？じゃあどこでも打てそうな感じ。ちょっとまだそこまで見えてないけど。了解です。15キロオーバーの荷物、きついな。
抜きになりそうなでっかいやつが。なんか雨も落ちそうだよね。10時からっていう予報だったけど、夕立ちは来そうだけど。ちょっと小さかった？ちょっと小さいよね。すいませんでした。ちょっと兄貴、ええ、超見えてるキンキンだよ、あどうめえどうめえ苦労して持ってきた甲斐があった。これは価値があるね。ね、これは価値がある。ちょっとあれだね、くわえたばこはマナーが悪いね。てっちゃん動画だからよし、ねえ、ちょっとね、いつものラインの重さで飛ばしてたもんで、勝手がちょっと違う。そう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 。できないね。フライラインだともうドラグンかかっちゃうもん。
ルアーで反対、対岸悪くないと思うんだけどな。これ放流して数年かかるよね、復活するまでに。こればっかりはしょうがないよね。
えてるもんね、こっから見ても。うい、お疲れーす。熊肉初めてだな。でもいい旅だった。